どうも、しょんべんを凍らせて、針みたいな、長い針みたいな感じにして、尿道にぶっ刺し貫通おじさんです。まあいいや、それは嘘でして、破裂のご視聴です。最近あれですわ、カラーバートークもやってなかったで、今あれなんですよ、いろいろ単独のね、用意だかなんだかして、なかなか時間がないので、カラバトクしましょうか、今日は。で、なんでもなんか諸事情で、何日やった、四五日配信をやめてた、ゆっくんちゃん。ね、状況をですね、いろいろ聞いてみたいと思います。なんで、配信を休まないといけなかったのか。はい。聞いてみますか。まあね。なかなかその、カラーバートークもさ、なんだろう。他のと比べると再生数少ねえだよね。そらそうか。うん。まあ、面白くはねえもんな、だって。まあいいや。ゆっくんちゃん、ゆっくんちゃん、これか。もしもし。おう。お疲れ様です。何してたの？トンネル掘ってました。あ、そうなの。はい。どこにどこで？トンネル、墓地でトンネルを掘ってました。墓地で？はい。いや、中骨だらけでしょんねえら。死体巡りをしてました。墓穴も掘ってました。墓穴掘ったな。はい、うん、すいません。おう、いいよそういうのは。はい、ミスケ聞いてよ、お前のやつ。何がですか？風呂上がりにちょっと携帯いじってたら、ツイッターが上がってきてさ、ツイッターが、はい、お前の、はい、ゆくルームってやつ、はい、上がってきたら、あ、ちょっとじゃあ見てみようかなと思って見たらさ、はい、やってたな。ああ、監視は控えていただけるとは。いや、監視したつもりはねえだけどね、別にね。はい、うん、東城相手に威張り散らす時間なんで。お前ら笑い分かってねえだろって。あれだな。あれだなってなったね。一方的に僕が喋れるから。気持ちいいだね、酒飲んでね、ほいでね。そうですね。欲語点開いてました。なるほどね。回してたんだ。はい。うん、それを見られるのが一番恥ずかしいので。先輩にできれば見ないでいただきたいです。いやいや、すごく楽しいよ。下を見て笑うやつの言い方ですよ。何下を見て楽しいんですよ、師匠は。すげえ、やっぱ楽しいよね。ね。バカにしてるのがもう溢れ出てるので。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。うん、全部拾ってくれるじゃん。はい。MC でな。はい。全部拾う力がやっぱついてくるな。バカにしてるじゃないですか。拾うだけ拾って笑いには変えてないので。はい。いや、気になってたじゃん。なんかしなきゃ休んでるとか聞いたから。はい。なんで休んでたの？まあなんかちょっと、いろいろ。ゆくきん TV の方のコメント欄に、うん、はい、うちのお母さんの
なりすましの、まあちょっとおふざけの感じではあるんですけど、うん、はい、コメントがあって、うん、まあ本当に、さっきまあちょっと配信でも言ったんですけど、そんなにお母さんをバカにするとか、うん、ね、ディスってやろうって気じゃなく、ふざけてやってる感じなんで、うん、注意、お母さんからもちょっとそれ見つけられちゃって、嫌だって言われたので、うん、はい、注意をしとこうかと思って先週配信で言ったんですけど、うん、そう、今後もそうなったらちょっとやめなきゃいけん、配信も釘もやめなきゃいけないって言ったのに、またコメントあったから、あ、そう、これはやめなきゃいけないって思って、一回休止したんですけど、あ、そう、注意したのにやめなかったってこと？だけどそれもおそらくなんですけど、うん、その、うん、たまたまその注意した配信の回が、うん、なんかちょっと不具合があったみたいで。不具合？はい。どういうこと？沈黙、沈黙丸出してた？沈黙は丸出しはこっちの不具合ですけど、電波の不具合です。それはこっちの不具合だから、文句言いようがないんですけど、アプリか電波です。ああ、そうなの？で、そう、ほとんどの人が聞こえてなかった、見れてなかったって、後日言われて。だから、こっちの言い分は注意したのに、なんで、そういうの聞いてくれないんだ、もうやめてやるって、ちょっと、プリプリした部分もあった。たはい。プリプリした部分あったんですけど、まあ、あっちは、あっちっていうか、誰かその書いた人は、ね、うん、一応ちょっと、素人なりに置かれと思って、ちょっとふざけた感じで、うん、知らぬ間にバカ怒られてたみたいな感じだったとは思うので。え、素人に激切れしたのお前。まあ、じゃあ激切れじゃなく、ね、措置を取っちゃいまして、措置です。いやー、知らない知らない、もうやんねえよやんねえって言ったの。そんな、ね、土星、なんかそんな怒ってはいない感じですけど、ね、ちょっと身内のまんまバカにするようなことがあるとさすがに配信とかもできませんのでって、なんか、うん、まあ、書きたもないですけど、ツイッターで真面目なことを書かざるを得なくなっちゃいまして。おー、なんか書いてたな、なんかメモ帳にな。はい。でも、一応本当に、お母さんから苦情が出てるのは、まず間違いなくあるので、うん、ちゃんと止めなきゃいけないと思いまして、悪ふざけを。おー。で、一応やめてくれたのと、わざわざコメントもいただいて、で、ちょっと後日で、あれ分かったのが、今さっき言った、伝わってなかった、注意の方で。はい、まあ全部ちっちゃい世界で言ってるやつですよ。僕が配信でやり取りできるような、うん、ちっちゃい世界で、注意したと思ってたら注意が届いてなくて、行く気で、なんかまたコメントして、この野郎って怒っちゃったみたいな、そんなぐらいの。もうメールすりゃいいじゃないかって話ですけど。いや、いいと思いますよ。メールは知らない相手なので。いや、次元の高いことやってらっしゃるから。やめてください。嘘を言うことによって結局バカにするシステム。やめてください。いやいや。でも、現に、さっきも聞いたんだけどさ。はい。なんか、あれでしょ？その、支持率はアップしてきてんでしょ？はい、支持率というか、やっぱちょっとずつ、視聴者数は増えていただいたり、うんうんうん、ライブにお客さん来てくれるようになりまして、はい、しょっちゅう喧嘩もするものの、その文字とか、配信上では。喧嘩すんだね。ああ、喧嘩というか、僕が文句言うというか。ああ。はい。あっちも舐めたこと言ってくるんですよ。まあまあ。舐めたこと言ってくるんや。はい。てめえつまんねえぞ、この野郎、やめちまえとか。つまんねえぞ、この野郎、やめちまえっていう生配信で言ってくるって結構相当やな。それは YouTube の方です。あ、YouTube の方か。はい。で、配信だとおとなしいんですよ。それはな、まあなんか、アカウントがバレてるというかな。はい。で、バレてるっつってもな。そう、バレようもないんですけど。まあ、偽名だもんな。まあ、はい。だから、よくわかんない。ゆくきんはそう。特に、YouTube の方は、そう、返事をまともにしない、すぐもしない、うん、っていう、あれだから、言いたい放題の場になっちゃってるのかもしれないですね。配信はすぐ、レスポンスあるので。うん、で、一応素人の方々が、一応ユーモアでやってるつもりらしいんですよね、まあまあ。苦言とか文句って。あ、ユーモアで。
おそらく、うん、ただこっちは本当に何度も飲まってて、まあまあ言ってますけど、うん、気分悪い以外何者でもないって意味だって知らねえやつからね、てめえ死ねみたいに言われてるようなもんですから、それで何なんすかなって言うわけないでしょ、知り合いでもないやつに。師匠になんかね、お前売れねえぞとかつまんねえぞ言ったら、ちょっととかいう関係性はあるにしても、そうっていうのがやっぱ東四郎は分かってねえんですよ。いや、分からせるためにやっぱもうちょっとさ、はい、なんだろうね、衝撃、はい、衝撃映像みたいなのやった方がいいよ。俺は本気だぞ、気合入ってんだぞってやつ。俺は何ですか？本気だぞ、気合入って、入ってんだぞってやつ。あ、気合を見せる。うん、だから、はい、まあ、だから、あち鉄はもう行き過ぎたら、俺もちょっと、まあ、飽きすぎたこと言ってるなと思ってたでよ。はい。鉄を溶かして、俺、鉄を溶かしてさ、はい、YouTube でさ、はい、なんか、すげえもう、豪華に、鉄を入れて、はいはい、そのもうドロンドロになった鉄をね、はい、水にさーってさらすみたいな動画あるじゃん、たまに。はい、ああ、はいはいはい、ああいうの、ね、どんなもんかなと思って探してみただよ。はい、あんなお前ドロドロの鉄さ、煮えたやつ、はいはい、入れたらもうチンボーたまったもんじゃねえじゃん。はい、そうですね、はい、やっと分かってくれましたね。すぐ貫通するじゃん、溶岩だからね。はい、そうですよ。だからそこまでは言わねえだよ。はい、ああ、分かってくれたんだ。あれは行き過ぎたことだと思う。今俺分かったわ、痛感した。ああ、嬉しい、うん、師匠がようやく正気を取り戻していただいて。だからそれ、はい、まあちょっともうちょっとインパクトは薄れるけど、はい、まあまあのやつをやっておいて。だから俺が思うにコンクリートだね、やっぱね。コンクリート、コンクリだよ、コンクリ。コンクリをどうするんですか？で、尿道に入れるわけだよ。で、コンクリを尿道に入れるでしょ。で、今、はい、金玉のとこまで行っちゃうわけ。コンクリ入れて。はい。で、まあ何時間かしたら固まるわ。はい。で、一気に抜いて、はい、尿道フィギュアっていうやつを。尿道フィギュア。うん、尿道フィギュア。金玉まで空間を全部コンクリで埋め尽くして。うん、埋め尽くして。引っこ抜く。引っこ抜いて。まあ、切れるかもしれないね、尿道が。血つきますよね、絶対。あと、肉片が。それもゴミでフィギュアなんですか。そうそう、名刺代わりにね。名刺代わりに、フィギュアだっつって、これ、はい、売れるかもしんねえじゃん。秋葉とか持ってったら。秋葉で。うん、尿道フィギュア。尿道フィギュア。1分の1。はい。50分の1とかねえと思いますので、スケールで。もう、50分の 1? なあ、50分の1だったら全然ない。痛くも痒くもないだから。そうですね。もう、1分の1やることが意義があるじゃん。意義があるんですか？あと、売れるんですか、そんなもん。売れる売れる売れる、そんなもん。秋葉原で。秋葉原で。中のさ、はい、ブリスターパックみたいな透明なやつを作ってやるから。ブリスターパック、あのケース、ケース、フィギュア入ってるケースあんじゃん。はいはい、あれの、ああいうの作ってやるからさ。はい、うん、で売れるよ。売れないでしょ、オタク買わないでしょ。せめてアイドルの尿道ならわかりますけど。で写真とかも つけてさ。うん、あの尿道フィギュア、野菜育てた人みたいな。そう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 。僕をピースして尿道を飾るんですか。じゃあ、まあ、それ無理？無理ですよ。あ、じゃあもうろうそくでいく？ろうそく。ろうそくやったらいけるでしょ。ろうそく。うん。ちょっと現実味帯びてきますね。帯びてきたね。死にはしないだろうし。うん、でも、しんどいですね。しんどい。はい。粘膜ですから。粘膜ってしんどいんですよ。師匠がご存知かどうか知りませんが。で、それで、ろうそくやったらすぐ固まるじゃん。あれですね。バラエティろうそくですね。うん。ドワーってかけられる。そう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 。ちょっと、低温の。うん。はい、まあ言うたら熱いっちゃ熱いよ。でもあれも熱いらしいですね。うん、食らったことねえですけど。俺
なんだっけ、牛水時の水曜のダウンタウンのやつで、はい、結構食らったんだけどさ。ありましたっけ。うん。クロちゃんに。チンでしょ。うん、クロちゃんにバカかけられたよな、あいつ、お前。ああ。で、ほいで、それを尿道に垂らしまして、はい。で、尿道引っこ抜く。引っこ抜くときに、はい。やっぱりちょっと、ろうそくだから取れちゃうかもしれないから、はい。おしょんべんで押し出していただいて。結構、しょん力いりません、それ。一回固まったのを押し出すって。大丈夫でしょ。だって逃げるとこなくない？逃げるとこねえので、うん、絶対出てくるよね。逃げるとこなくない？が固まったまんま。UB も言ってない。逃げるとこなくないって絶対言って 言ってねえとは思いますけど。UB もそうじゃなかったっけ？UB は尿道に関してのネタ見たことねえです。あ、本当？逃げるとこなくない、はい、じゃなかったっけ？言ってねえです。この曲よくないだと思います。あ、そうか、はい、逃げるとこなくないじゃないの？それでメディアに出てるのは僕は見てないです。すいません。あ、そう。押し返せねえと思います、尿力では。押し返せるでしょ。いやーぐーって踏ん張っても栓されてるようなもんですから。尿道の根元がブーって膨らむぐらいじゃないか。あ、根元が長い風船膨らんじゃうって終わりか。空気の膨らみ方みたいな。あ、バルーンアートのあいつらの膨らんじゃって終わりってこと？そうですね。はい。じゃあもう取れねえんだぜ、一応一緒。ローですよね。ロー。本当にちょっとできそうな気もしますね。くしくも。じゃあその出た時にやっぱ尿道フィギュアだよね、それやっぱね。はい。ろうそく。フィギュアというのかどうかもわかんないですけど。いや、お前の形がわかるわけですよ。はい。誰が喜ぶんですか、僕の。いや、でも形知りたくない。知り、想像でもわかんないですけどね。うん。郵便言われるかもしれない。この形良くないって言われるかもしれない。郵便は尿道ネタやってないので。嘘？興味ないと思います。あ、ほんと？はい、おそらく。もう、そう。郵便もですよね。郵便も、郵便も。尿ビームじゃないですよね。尿ビームだっけ、あいつ。いや、違います。尿、いや、たまにあるんじゃない、おしっこ、あ、起きたてとか、おなにしたての時さ、はい。二手に割れる時あるでしょ。はい。なあ、あれ尿ビームでしょ。一方向でも二方向でも尿ビームは尿ビームでしょ。あれ、日本コンレーザーになるときありますけどね。そうだよな。あれをしょんべんさ、はい、しようと思ってさ、尿ビームになってさ、はい、どっちも便器に入んなかったことあるけどな、俺。そうですね。うん、ま。広範囲で敵は倒せますけど。二方向な部分。あ、そうだ、そんなこと言ってたな、前な。はい。では。何で言ってたかも忘れましたけど。カラバトークだよ。はい。じゃあ、なんか、八方向がどうとか言ってましたね。そう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 。穴開けるっつったよね。はい、その尿道をいっぱいこう、はい、穴開けたら いろんな敵倒せるよっつって。そうだ、気持ち悪い、思い出しました。うん。だから尿道もうちょっと狭くしたら貫通レーザーになるよな。パワーは増してますけどね。パワー増すよな。うん。青くなるかもしれません、ね。グラディウス張りに青くなるな。はい。え、ほいで何、もうゆくぎん TV やってんの？ゆくぎん TV 今日復活しました。それ見たわ。それ今日から？はい、今日初めてやったの。あ、初めて。再開です。あ、再開したんだ。はい。そうですね。じゃあ、ね、シーズン2ってこと？そうです、シーズン2。エピソード1。バカにずっとしてますね。ずっと。うん、シーズン2なわけね。はい。パワーアップして帰ってまいりました。ああ。はい。そうか。おかげさまで、はい。
じゃあ、毎日ぐらいにやるってわけね。じゃあちょっと、そう、見とく。そうですね。うん。あんま監視は控えめにしていただきたいんですけど。いえいえ、監視って言うわけじゃない、別に。はい。この間もギフト矢野くん？ギフト矢野くんがツイッターでさ、はい。あの、言葉も何もなくさ、アジサイ用の写真をアップで上げてたわけですよ。はい。バカムカついちゃって、はって思って。今、はって返しただよ。はい。で、それは、もう一個返してきただけど。はい。で、今日は、もう一回上げてただよね。あ、そうでした？うん。そっちを見てないかもです。フォロー外したもんだって、俺。はははは。いやだよ、もう見たくねえもん、だって、あんな、お前。アジサイをただ乗せる。おう、アジ、ただ、なんて言うんかな。はい。なんだろうね、人気が欲しいのかな、女の子の人気が欲しいんだろうな、多分な、あれでな。そうなんですかね。そっか。いや、俺絶対花とか載せないもん、俺。そうですね。あと、美味しかったっていうラーメンとかも絶対載せないだよね。ああ、はい。いや、なんでかっつったらさ、それ絶対さ、はい。なんか、面白く返さないといけないじゃん、芸人っていうのはやっぱり。はい。で、例えば、なんだろうね。花をこう乗せるんだったら、なんか、言葉を添えてちょっと大喜利じゃないけど。はい。そうやってやってくれるんだったら全然いいだけどね。ただ、はい、うん。何もの、コメントもなくそれ乗せるってなんだろうなと思っちゃってね、俺。はい。非常に考えさせられた。うん。別に矢野くん嫌いじゃないけどね。矢野くん嫌いじゃないんだけど。はい、そうですね、うん。そうそう。もう見たくねえなと思って。花を乗せたいタイミングは確かに僕もわからないですけど。うん。そうっすね。わかりました、ちょっと。はい、うん。今後もちょっと見ていきますから。あとお前、ゆくきん、はい、いや、シーズン2になったんだから、お前、ゆくきん TV エブリでも変えろよ。ああ、どういう風にしたらいいとか、ありますか、ね、今何、前言ったような感じやってんの？浅はかに、うん、はい、ゆくきん TV ってやってる回を、とにかく師匠から怒られちゃうので、で、ね、師匠のご所望というか正しいあれがわからないので、いろいろお伺いしたところ、もっとちゃんと、なんか、味わうようにっていう師匠の例も見させていただいた上で、今、うん、ね、ゆくきんってやってるんですけど、最近師匠から、うん、そのオープニングが長すぎて飛ばして見てるって言われて、飛ばして見てんだよ、やっぱね。ショックでした、私は。師匠の、俺に見せてたのに。はい。そっか。で、たまにわけわかんねえコメントで、うん、その最初の挨拶、一番腹立つからやめろあ、でも、師匠の言うこと聞いたら文句言われたでもさ、その一番腹立つからやめろって言ったんさ、だってその俺らが一番最初言ったの、あれに、成功してるじゃん。ああ、そうですね。ムカつかせるやつじゃん、だってそれ。ああ、もう根底はそこにある、丸です。はい。だから、どうしてもね。そっか、合ってますね、はい。うん。毎回はい、毎回変えようや。はい。じゃあ次、今度はションキン TV エビションうーん、ハローションチュションチューブもうだからゆくきんだけど、はい、ちょっと変えていこう、ボケていこう。はい、毎回わかりました。だからじゃあ次一発はションキン TVエビション。はい。ハローションチューブ。うん。わかりました。じゃあ次は、はい。だって、便金だよね。便金 TV。はい。エビ便。はい。ハロー、よし、便チューブ。うん、はい。次は、運金 TV ですかね。運金 TV だね。わかりました。そんな感じでちょっとやっといて。はい。うん。ネタがなくなったら言ってきて、また。あ、わかりました。教えるから。はい。うん。ありがとうございます。うん。どうせ飛ばしてみるでしょ、師匠。いや、見ないよ。だって飽きてきたもんだって、あれ。あ、わかりました。うん。楽しみだな。なんていうかな。はい、
どこぞの外吉がなんていうか、吉、あのな、楽しみだな。いや、うるせえよとかって言うやつもいりゃ、あ、それ面白いよって言うやつもいるんじゃない。そうですね。お前にしては珍しいな、面白いなって言うやつもいるよな。な師匠の指示だって分かった途端手のひら返すパターンもいるですよ。本当に、それが一番腹立つですよ。そっか。うん。でもさ、これだって、これ聞かないと分かんねえじゃん。そうですね。で、はい、聞かない人もいるわけだから。ああ、そうですね。うん。大概だけど、師匠の方から流れてきてるんですよ。申し上げにくいですけど。危ねえやつらは。行く金だけ見てるわけじゃないんだね。そうです。何の師匠のくまなく見て、僕のとこたまに来て、悪口言ってくれるやつら。俺の、なんていうの、俺が溜めたストレスをそっちで吐き出せんだな。そうです。あ、じゃあ、あの、うまく回してくれてんだ。悪意をどんどん循環させていただいてます。うん、ね。はい。で、よろしくお願いします。わかりました、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いや、あれですね。まあ、なんか再開してみたいで。まあ、見てあげてくださいよ。ね、まあ、なんでしょうね。まあ、やらないよりいいのかもしれないですけど、まあ、どうですかね。まあ、その、毎日の活力になってくれてれば別にいいとは思うんですけど、うん。でもね、まああれですよ。目的を持ってやってほしいですよね。うん。まあまあ、彼も次第にわかるでしょ。わからないかもしれないですけど。まあそんな感じで、カラバートークでございました。ありがとうございました。